皆さんこんにちは、かずゆきこです。今日は、こちらの港区民ホールで、弁天ソニックボーンというイベントに出演をしているんですけれども、こうモーニングルーティンでね、散歩を始めて1ヶ月になるんですけど、こう歩けない日ができるのがちょっと嫌で早くやってまいりました。なので今日はこの辺をちょっとお散歩してみたいと思います。早速では、今日は何公園やったっけな、ちょっと公園名忘れちゃったんで後でもう一回言いますけどはい、今日はね早速行ってみたいと思います。公園の名前なんですけど、八幡屋公園という、あのね、ホールとかあるような結構広い公園なの。早速行ってみようと思います。はい、しばらく、あ、これ自転車専用の道全然分かってない。はい、すごい電車が通っております。ここはあれか、中央線ってこんなとこ通るんだ。すごい景色がさ、すごい、なんかこれは何、電車だけですか、高速？阪神高速と中央線の二段構造みたいなやつですねあ、通ってる、まあいい感じです。やっぱこういつもにない景観もいいですね。はい、しばらく歩いていたら、これがね、あのね、朝潮橋の駅になるんですよね。すごいこう上もいい感じですね。で、あのこの駅の向こうにも公園があるということでね、ドドーン、着きました、八幡屋公園案内図。すごくない？結構マルゼンインテックス、インテック大阪、インテックアリーナもあるし、プールもあるよ。ちょっとね、ぐるっと散歩してみましょうかね。すごい、なんかやっぱいいね、新しいとこ行くの。すごいいい天気です。いよいよ公園の入り口というか道に入っていきますよ。これはちょっと割とね、都会的な感じよ。公園にしてはちょっとあれですけど、都会的な公園ですね。なのでちょっとなんかこう、あ、でももうプールだわ、ここプール。すごい大きいですね。ほら、これがマルゼンインテック大阪プール。こんなに大きいということはめっちゃ広いってことですよね。私なんかこういうプールに全然、もう全然行ってないから。あ、でもスケートリンクもあるんですね。冬場になったらスケートリンクになるみたいですよ。あー、こんな感じなんだ、いいな。で、これを奥に行くとホールがあるんでしょうね。私あの以前新しい地図さんの、ファンミーティングがここであったので、その時に初めて来たかもしれない。なんで今日はその時のことを今ちょっと思い出しながら、ワクワクしながら歩いてます。すごい、大阪プールえ、これ昔のってどういうこと？今名前変わってるやん、マルゼンなんちゃら。あ、昔は大阪プールって名前だったの？あ、そうなんだ、全然知らなかったですパドさんはこの公園は来たことあるんですか？いや、来ない。すごい、こういうモニュメント的なのもありつつですよ。初めてやわ。初めて？なんでじゃあ大阪プールのこと知ってるんですか？有名やん、大阪プールは。あ、そうなのやばい、大阪の人じゃない人みたいになってきたよはい、ちょっと場面がすごい転換して、こっちすごい都会的だったのに、こっち急に公園らしい風景になりました。こっちはほら、フラワーマップということで、こういろんなお花も咲いてるみたいです。すごいな、今はなんだ、水仙とかかな。そうよね、水仙とかよね。ちょっと公園もね歩いてみようと思います。いいね、なんかこれ急にこう景色変わる感じもいいしさ、なんか平和な感じの、広いわ本当に、広い公園です。広い公園テンション上がりますね。どうですか、ほら広いよ。結構今日は日曜日だから、たくさんこう遊んでいるお子さんやご家族連れもいらっしゃいます。
で、さっきの道を歩いてたら結構あっという間に、マルゼンインテックアリーナ大阪に着くことが分かりました。もう実は目の前に見えてるので、ちょっとそっちに向かって歩いていこうと思いまーす。はい、さっきの道をまっすぐ来たら、マルゼンインテック、インテックスって言いそうになる。合ってる？インテックアリーナよね。インテックなの。ここさ、なんかディズニーランドみたいですね。こうなんかアトラクションの待列みたいな印象、この壁の感じ。久しぶりのこの感覚。もうインディ・ジョーンズみたいな。インディ・ジョーンズみたいよね。ねえ、ディズニーシーのやつだわ。ほら、あ、ここは入り口ではなく、インディ・ジョーンズの入り口でしたね。本当の入り口は、下だわ。ほら、下。こっちカラーが入り口。私があの、新しい地図さんのライブを来た時は、あの辺の奥の方から、こう入ってきたって感じですね。でもこの道いいですね、めっちゃ。やばくないですか？面白いな、これ。めっちゃ、インディ・ジョーンズ。いいですね。なんかこういう、ワクワク感を、もうちょっとコロナの影響で忘れつつある気がする。ちょっとこういうのね、やっぱ公園とかに行って思い出すって大事ですよね。パダさんは公園とかお散歩行ったりしてますか？ああ、うちの近所そんな大きい公園ないからな。あ、そっか。大きくなくてもいいんですよ。まあ、単に公園を行くだけで楽しいから。ね。そうやな、たまには散歩しなあかんな、ね。そう。散歩。するべしですよ、散歩。大事です、散歩。はい、ゴールに決めていたマルゼンインテックアリーナ大阪に到着しました。これね、港区民センターから約25分ぐらいのお散歩になりましたが、まあ往復したらさ1時間ぐらいになるなと思うんですけども、もうちょっとこのね、見たことない公園をぐるぐる回って戻っていきたいなと思います。あと今日はライブだから気合を入れてね、挑みたいと思います。この動画を今日も見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録まだの方はぜひよろしくお願いします。そして Twitter、Instagram などのフォローもよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。カジユキコでした。そしてカメラワーキマパタちゃんでした。バイバーイ。